彼の、動画に明日も出るよ。ゲンガー湯張り。コスフの上にある箱は何？あれ？あれ、ドラクエのね、フィギュアとかの箱。おはぜと、いらっしゃいました。画角空きまじは寝てたいんだけど、ぬもいいですね。あの感じかわいい。わかる。待って、読むじゃなくてある？え、で、何の武器？あれ、ホスローの花弁と、と、こっちが、と、出血の鞭を2本、こうやってる。出血の鞭を2本やってる。おやすみ、おやすみ。服の下で寝るの？このまま私。配信終わったらクレンジングして寝るんです。立ってほしいです。プラグ着てほしい。プラグよく着てる。多分そのうち着るから、そのうち見てて。来月は縦の糸はあなた、横の糸は私。洞察って略すもんなん。文字数の制限があって入らなかったんですよ。催眠術ってかかるの？私はよくかかるのをね。また催眠術師さんともイベントするので、よかったら遊びに来てください。6月ぐらいになると思う。5月末か6月の初めの一週、どっちかの辺でオフ会になってます。遊びに来ちゃいました。いらっしゃい。コメント読めてない。こんばんは、初見です。嘘つかないでください。いらっしゃい。来てくれてありがとうございます。いつも来てくれてるの知ってるから。一番のお宝紹介してください。ドラゴン、何がいいかな？ドラゴンオーブとか。おやすみ、おやすみ。関西の方ですか？関西出品です。ムチ。私今ね、ムチ装備にしてる。イバラのムチと、ホスローの花弁をね、2本持ちで振ってます。だから結構出血が出るのと、両手持ちだと出血が早い、本当に早いのとね、あとね、ほんと振るのが早いので、ダメージ食らわないで済みます。かわいいね、ありがとう。カンフーキックお願いします。カンフーはしたことないです。こんばんは、こんばんは。初犯です。初犯です。それはあなた捕まっています。僕は月隠れです。月隠れとかさ、あと、ちいかわとかさ、強いんだけどさ、ああいうの振るとさ、なんか軽くないっすか？こう、ピュンピュンみたいな。やっぱね、剣はね、ブンブンって言わなきゃダメなのよ、剣って。かっこいいのは、ブンブン言うことなんですよ、剣はね。で、私は、ブンブン言うタイプで言うと、神殺しとか、あと、まあ、太極拳が大体好きなんだけどね。そう、太極拳が大体好き。あとね、義手刀とかもかっこいいですね。と思ってます。してみたいコスプレ、私ね、エルデンリングのメリナ。すごい今やりたい。エルデン進まんくて。今どこやってんの？アイナミのコスプレで着にくいですか？結構着にくいし、あとね、真冬じゃないとね、本当に暑くて熱中症になります。僕の剣強いですよ。お先に失礼します。お先に失礼します。またね。何歳？ 20 歳になりました。可愛いね。ありがとう。足治りました。足結構前に治った。僕攻めるの好きなんですけど、二刀流でお願いできませんか？何で叩いたらいいですか？布団叩きとかでいいですか？甘露寺のコスも与えてください。刀露寺もまたやりますね。そんな感じで、そう。こんばんは、お疲れ。アレンちゃんいらっしゃい。今日も帰れると。ゲームでかとこまかられるの好き。いや、でもね、めっちゃね、エルデン今ハマってんの。早くね、終わらせてね、24時まで配信するんだけど、早く終わらせて本当はゲームがしたいです。あやかしトライアングル読みました。ちょっとだけ読んだよ。待って、結構そんな1話しか全然読んでないや。ちょっと読み進めとく。待って、けどね、ツイッターでリプで送ってくんない？忘れるから、結構ね、常に進められ続けてってさ、よく忘れるんよ。そう。実家ですか？いや、借りてるマンションです、するとこ。今ね、この家がね、問題で、この家がね、宅地登録されてなくて、大家さんのせいで、保険証がないんです。で、今日も、歯医者さん自費で10割払ってて、ドラゴンクエストジョーカーってでっかく銀色の骨みたいなドラゴンって何でしたっけ？え？どれのこと言ってるんだろう？どれのこと言ってるんだろう？でっかくて銀色の骨みたい。骨みたい。今起きました。まだ24時まである。ゲームここまで働いてるとゲームがすげえ好きなんですよ。手に持ってるの何？これ？自分ずっとライブで言ってます。待って。あやかしトライアングルね。覚えたから。これ？これ、あ、これのこと言ってますか？これはセブンイレブンのお店で作る完熟オーバナナジュース。なんかね、ちょっと値段300円よりは、300円は高えわって思った。こっちは PS4 のコントローラー、コンソールですね。フォローありがとうございます。保険証なんとかしてほしい。そう。なんか10割負担の分お金返してほしい。
ルビスの剣好きです。あ、ルビスもいい。あと、あれがいいね。なんだっけ、あの探検、の慈悲の探討、慈悲の探検よく持ってる。慈悲の探検に、ディターミネーションつけてて、あのね、地名が140ついてるから、後ろからドゥンドゥンってやって殺してる。住所不定なの？今住所不定なんです。住所がね、住所置きたいんだけど、なんか借りてるマンションが宅地登録されてなくて、さら地らしいです。いや、ちょっと片付いたかも。映らないようにしてんのよ、もうこっちの汚いところらへんとか。慈悲は痛い。めっちゃ痛かった。手に持ってるの何？体柔らかいです、体柔らかいです。住所登録、詳しいけど、ぜひとも。いや、なんかね、住所登録はね、向こうがもうしなくちゃいけないこと、私がやることじゃないからさ、なんか、何のゲームするの？膝の上にあるやつ、これゲンガーっすね。これゲンガーの枕。私が普段使ってるやつ。本当にでかくて、四足歩行でどっかの頂上にいるやつ。どれのこと言ってんだろう？メタルドラゴンとかじゃないよね、じゃないよね。配合して、竜を配合するときに使うじゃないよね。装備テンプレですとかでしか組めないが好きな装備を使えるようにエルデン頑張りたい。何使ってんの今。ツイッターの DM で隠しトイレアングル言っときました。ありがとう。ミミコさん、こんばんは、こんばんは。リザードン好き。リザードンはね、まあまあかな。ベロ長いですか？普通です。何のゲームするの？今エルデンリングやっててね、結構いろいろあるよ。スパロボとかもあるしね。何でもあるかな。割と何でもある。なんか、出したらまた散らかるからやだな。ファミコンとかもやる。レトロゲームが結構好きです。カタラ会社だ、そうだよ。ゲンガーってそんな人気なんですか？でもゲンガーが一番可愛いと私は思ってるのね。あのね、ゲンガーが、ずっとね、なんかコダックとか、ヌオーとかの方が好きだったんだけど、リメイクのダイパで、ゲンガーがさ、お尻振りながら待っててさ、褒めてほしいから頑張って致命傷入れたりとかするのね。なんか、めっちゃ効果抜群だとか。で、こっちチロって見てさ、くんのよ。あ、無理。ゲンガーが一番好き。と思った。ゲンガーって口の通りに言えますか？ゲンガー可愛いんだけど、エルデンリングどんなゲーム？なんかめっちゃおもろいよ。なんか、自由度が高いんだよね。なんか、ダクソとかよりも、自由に進めれるし、いや、とにかく面白い。昔はイメージなかった。なんの？原画の原画どういうこと？右手に左奥へ、左手に脱刀。いや、脱刀弱くない？血の脱刀にしなよ。出血ついてない？でも月隠れもついてないからな。私ね、出血ダメ入れるのがめっちゃ好きです。出血とかね、あとね、結構効果ダメが好き。フローズンバイトとか好きですね。あー、でも月隠れもな、振りが軽いんだよな。昔イメージなかった。なんの？原画？ゲンガー可愛い。ゲンガーはでもね、最近可愛くなった。RPG ではないね、エルデンリングは。あと最近やってたの、絶対絶命都市ありました。絶対絶命都市、都市どこ行ったかな？絶対絶命都市。そう、絶対絶命都市がもう10年ぐらい出る出るって出なかったから、忘れてたら結構前に出てたらしくて、知らなくて、友達から借りてやりました。これかな？あ、違う、これエルデンリング。あ、違うな。これ絶対絶命都市。復前市。そう、これ。めみこちゃんいつも可愛いもんね。その服なんだ？パジャマだよ。このまま寝るんだよ。出血よね。出血めっちゃ可愛いよね。格ゲの話ですか？エルデンリングっていう今やってるゲームの話をずっとしてます。めちゃくちゃ面白いです。このね、メリナっていうキャラがいて、あんまね出てこないから出番少ないんですけど、なんかね、死ぬと、巨人の火の釜に落ちるときに、ありがとうっていう時の表情で、あ、メリナはすごい意志が固かったんだけど、やっぱり女の子なんだな、みたいな感じのことを思ってキュンとしました。ホライゾンっていうゲーム面白い。あ、ホライゾン面白かったよ。左手に脱刀は霊気派生で使って霊気入ります。霊気いいよね。でもね、霊気ね、霊気だとね、あれがほんと強かった。なんだっけ。ちょっと待って、忘れた。フルムゲできるのすごい。そう、でも私結構死にまくってるよ。今レベル130まで行ってて、130でまだクリアしてない。なんか寄り道いっぱいしてんだけど、全然なんかね、レベルこんだけ上げててね、死んでるからそんなに上手くないんだよね。ギリギリ。ドラクエで好きなキャラ、ドラクエで一番好きなのはホイミスライムなんですけど、人間だとバーバラです。
めみくちゃんチークかわいい。あ、酔ってるだけだよ。はい、2も1もやめる。2と1やってな。エルデンリング難しそう。ダクソはダクソもやったよ。実際、ふうさんにも好きな人いた。何が？桃鉄してる。桃鉄ね、一人でやってて寂しかったからすぐやめた。竜が如くやりますか？竜が如くね、やってないナンバリングもあるけどね。竜が如くやってる時にコンビニ行ったらさ、コンビニでさ、なんか、壊したくなりませんか？コンビニでさ、暴れたくなりません？竜が如くさ、やってて、コンビニ行ったらさ、棚とか潰したくなるのね。あ、でもこのコンビニ潰したらこの辺のコンビニ減っちゃうなーみたいなことを思いながらいて、はってなるの。ダメだ、潰しちゃダメだ、リアルでは、みたいな。出たってして、しない。僕今レベル80です。80でどこにいるのかだよね。自分ジェシカ好き、ジェシカも好き。声橋本環奈、ごめん飲みすぎ。酔ってる酔ってる。今日のキャリーお願い。もう今日無理、起きたくない。自分は治療ビルド。治療だったら何装備してるんだろう。治療だったらあれだよね、あれ、あ、でも月隠れが一番強いのかな。この顔して嫌っす。本当だ、声似てる。グランセプトオートも、いや、やったことない。デカルタキリありがとう。桃鉄一緒にやってくれませんか？桃鉄をね、じゃあコムソーバーに置くからコムソーバーに来てください。一緒にモンハンで一緒とか行きましょう。私ね、モンハンのね、プレステ4のやつはね、全くハマりませんでした。ワールドは全然面白くなくて。あのね、なんか、私子供の頃っていうか、中学ぐらいの時に流行ったんだけど、あの時は、なんか PSP とかを持って友達ん家に集まってやるのがすごい楽しかったの。公園でみんなでやってるとか。それがね、なんか、ボイチャでやるじゃん。全然楽しくなくて。なんかやっぱさ、集まってやっててさ、お前足癖みたいな感じでやってるのが楽しかったんだよね。なんかね。赤隠れも出血出るよね。出たっけ？前も言ったけど、喋り方好きです。ありがとう。やっぱりサードでしょ。ね、私、モンハンはセカンドが一番ハマった。何回も同じコメント送ってごめんなさい。大丈夫だよ、なんか。そういう時は私もある。ジェシカのコスプレとかってあったりしませんか？ジェシカのコスプレやってて、画像とかあるんでよかったらね、動画欄にあるから見てくださいね。一緒にモンハンね、微妙なんですよね。モンハンライズやってるのすぐやめた。原神はやってますが、原神やってないですよ。なんかね、私ね、オンラインのね、なんかマルチのやつあんま好きじゃない。で、レベル8で最後の氷のマップまで行ってます。あ、でも氷のマップまではいいんだけど、その後に、獣のとことかしんどい。獣の進化のとことかしんどい。獣の司祭のとことかしんどかったっすね。なんかね、あの辺ぐらいまでね、そんなにボスしんどくなかったんですよ。神肌の二人とか、ファルマズラに行ったらいるんですけど、あ、神肌そこまでだったかね。エヴァはね、レイちゃんが好きなんですよ。推しがレイちゃん。アイスボーンやりましたか？アイスボーンやってないの？キングダムハーツはね、すごい好きだった。2が一番好きなんだよね。北欧版もやった。あゆみのコスまたしますが、またするよ、なんか。どうしよっかな。雨とか降ってると湿度が高くて無理だから、ちょっとね、天候とか、あとね、私がバイトない日とかにまたやりたいなと思って、後ろの虫、服に虫ついてる、ついてません。マスタードラゴンの骨盤みたいなやつ。マスタードラゴンの骨盤みたいなやつ。どれのこと言ってんだろう。こんばんは、こんばんは。アサシンクリード好き、わかる。アサシンクリード私も好き。ギリシャのやつ面白かった。でもジェシカのコスでコスパフパフ配信もたまにしてるから来てください。マレニアマジ強い。私マレニアまだ勝ってないんだよね。マレニアが変身後のところですぐ負けちゃうの。なんか、あれ、勝てないからさ、もうちょいなんか、装備とか強くしようかなと思って。まで、エルデン楽しめたことですね。エルデンはずっと楽しい。ミミクちゃんの生配信楽しくて全然飽きない。ありがとう。あやなみのコスまたしますか？またするよ。キーハンはね、なんかね、3が全然面白くなかった。私は。コスプレイヤーさん、私普段コスプレやってます。今、つえと、鹿規模、あーね、鹿規模いいね。何装備が一番好きかな。あれ、あ、何が持ちたいかな。私これでも結構好き。二股の手斧。よくさ、墓場に行く時の道でさ、なんかよくわかんない石像の出来損ないみたいなモンスターが持ってるやつなんだけど、これ出血50で両手で持ったらすごい近くで致命も入るしね、結構思ったより強い。チャイナはいつ来ますか？チャイナもそのうち着るかな？イベントで着る時とか、苦手なゲームありますか？でも私エルデンとか全然上手くないよ。何が好きじゃない？苦手かな？でも、ホラーゲーム苦手です。ホラーめっちゃ苦手なんですよ。ラニの帽子被ったら顔見えなくない？ミミクちゃんコスプレしてるとき安定感あって好き。ありがとう。後ろの一番左のコスプレなんですか？黒やつ。あれ？
あれは私の私服です、ごめんなさい。ロマサガ難しい。ロマサガもね面白いんだし、ロマサガはねSFC のやつしかやってなくてごめん。何着ても似合うのよ、ありがとう。自分で作ってる、作ったやつもありますよ。お気に入りのコスプレなんですか？でも私綾波のレイちゃんが一番好きです。今日のハイキックも今日はしないの、もう今日は眠いからしないの。こんばんは、こんばんは、いらっしゃい、今日も来てくれてありがとう。ラミエルのコスプレしてください。しないです。なんかもらったらするとかね。でもね、なんかね、してくださいってよく言われるんだけどさ、やっぱさ、コスプレってサフェキアとか持ってるの、なんかね、大阪に置いてきてるの。引っ越してきて最近、置くとこないから大阪に置いてる。なんかね、よくね、このね、コスプレしてくださいとか言われるんだけど、なんかさ、好きなキャラじゃないとさ、ポーズこうしよう、ああしようとか考えられないじゃないですか。だからさ、コスプレをね、好きじゃない服、キャラのコスプレってしても、コスプレじゃなくないですか？好きだから真似できるんだけど、好きじゃないかったらね、真似できないんだよね。よくこれやって、あれやってって言われるんだけど、まあもらったりしたらするし、どこに引っ越したんですか？大阪から東京に越してきました。今ね、東京で生きてます。生きてますってないねんな。まあでも生きてます。お年子の星々初めて見た。こんなの持ったっけ。世界ぐらいの王尺かっこいい。何に使うのこれ。これ何、世界ぐらい伝説の武器の一つ、かっこいい。これ何、これ何、これ大土なんだ。え、めっちゃかっこよくない、これ。こんなの持ってたっけ。何の通り、やっぱり星物リスト残してた方がいいかな。え、でもね、メリナの衣装が全然来ないからもう自分で買おうかなと思ってる。全然関西版にないですね、ごめんなさい。枕どこ行った？枕ここ。パジャマ変わってる。パジャマね、2着しか持ってないの。だからね、日替わりです。なんか。もう裸で寝てるが日替わりです。そう。武器見てたけど楽しいね。武器いいよね。今日お母さんいないの？お母さんね、唇たちまだ腫れてるじゃん。わかんない。でもだいぶ凹んだ。麻酔切れたらだいぶ凹んだけど、まだめっちゃ痛いし、あとね、噛んじゃってさ。すごい。噛んじゃったのかな？これなんか傷になっててめっちゃ痛いの。エルデンリングしてみたくなった。ぜひやってください。武器見てるだけでも楽しそう。武器がね、いろいろあるね。これなんだろう。世界ぐらいの王尺めっちゃかっこいい。やっぱね、進行に振ろうかな。ライカードが、臨死に垣間見た未来の原始。何これ？どういうこと？よくわかんねえな。伝説の武器だったんだ、これ。司祭の王子だし、なんかでもね、でかい武器はね、振りが大きくてね、ちょっと好きじゃないんだよな。シリアの呪詛？へぇ、で、こんなん持つだっけ？大蛇狩り。疲弊のノコギリ、いろいろあんな。なんかでも装備変えたいんだよね。茨のムチがめっちゃ欲しいんですよね。エルテン今人気で中古でも高いよ。高いよね。7000円ぐらいはするよね。でもね、エルテンはね、こんだけ遊べるから全然いいよ。それぐらいしてもいい。ホスローの花弁。巨人の赤髪。巨人の赤髪も強いんだよな。でも筋力補正が強すぎて筋力ぶりないよね。巨人の赤髪と、なんか、ホスローでもよかったんだけど、進行の補正があるところが合わないから、やっぱり茨のムチかな。フォローありがとう！なんでフォローしてくれた今。私めっちゃエルデンリング見てるけど。なんかでもあれ、拳系の武器とかも好きかのね、繋がれた飛竜がさ、五章乱あれっていうさ、あれいか、なんか言う技出すのね。なんか、くさーと思って。くさーって思って。あり、ありよりのあり。鋭利なね、慈悲の担当もよく使ってるかな。担当がね、他ね、使えるなって思う武器がなくて、担当で使えるなって思ってるのね、慈悲の探検だけで。慈悲の探検今ね、まあ、よく使ってるんだけど。地名がほんと入る。28って本当ですか？ 28 じゃねえよ。結構厚着じゃないですか？これ薄いよ。1枚だもん。これはね、こう。なやつ。ノースリーブなのよ。それゲンガーですか？これゲンガーだよ。これゲンガーです。そう。ピアス開いてる。開けれなかった怖くて。茨の町周回しないとですね。うん、めっちゃ大変だった。星空の守り人やってましたから、あのゲームはゴミです。ゲンガー、ゲンガーだよ。そろそろ終わります。0時になります。ただ綺麗です。ありがとうね。そう。いや、ゴミだよ、あんなん。クソゲーだよ。ドラクエっていうのは、全部、時系列にある、もんじゃん。くっついてるの？これ別々になってる。終わるの？終わるよ！じゃあね。今日もみんな来てくれてありがとう。もう終わるんだけど、告知します。
これベロアになっててめっちゃいいよ。アマゾンでね、1000円ちょいでした。5月の1日、新宿御苑にありますコムソーバーで1日店長イベントを行ってます。ミンミコが料理作って接客もします。よかったら遊びに来てください。15時から23時までやってます。指ハートありがとう。なぜですか ?23 になりました。そこ無双バーありがとう。でね、15時から23時までオフ会イベントになってるんですよ。ほんとギフトありがとうね。最後もう無理。今日酔ってるから無理です。明日するわ、明日。みみこさんの料理食べたらぜひ食べに来てね。なんかね、まだね、来てくれるんだったらね、料理のリクエスト受け付けてます。小型化新さん。ギフトありがとう。めっちゃありがとうね。いっぱい投げてくれて。みこたち処理ないで、そうです。明日はあやなみですか？明日ね、仕事があるんですよ。配信のお仕事がありまして、YouTube で催眠の出てて、TikTok で好きな人見つけました。ありがとう。ゲンガー見せて、ゲンガー、こんな。こう。あ、フォローありがとう。そう。さっき来たばっかり衣装ちゃんと見てた。衣装もう頭痛いんだよ、今日ね。だし。こういうの、なんか寝巻きよ、寝巻き、可愛いやつよ、可愛いからアマゾンで買ったんよ。もうでも今日眠いよ。明日催眠の配信なんです。岡山なのでいけない。残念。なんかでもなんか配信とか見てね、YouTube とかでもね、出してるんですよ。 YouTube とかでもなんかゲスト出演したりとかいろいろしてるので、よかったらね見てください。うだっちさんですね。あだっちさんじゃないですね。衣装を最後に見てください。もう今見てた。いえ、ドリーという方です。ああ、うん。何それ。私の配信に来て他のやつが気に入りましたって言いに来たの？喧嘩売ってる？なんだよ、お前。喧嘩売ってんのかよ。かわいい、ありがとう。岡山のどこですか？岡山のどこですかって、視聴者さんに聞いてるのですか？私は岡山には行きませんよ。私に聞かないでください。配信また来ます。また来てね、ありがとう。唇平気ですが、唇ね、めっちゃ痛いの、これね。麻酔打ったらさ、今日、歯医者で麻酔打ったらね、なんか腫れちゃった。倉敷です。なんでその、なんか視聴者さんの人に聞いてんの？今からラーメン食べよう。食べなよ。食べて。私あれ好き。蒙古タンメン中本のカップ麺めっちゃ好きだよ。明日何時からやりますか？明日ね、帰ってこれる時間がわかんないの。23時とかだと思います。は、綺麗。今ね、矯正中なんですよ。なんかね、矯正中でね。あれ、この歯がね、まっすぐになってないの。足治ったんですか？足は結構前に治りました。さかつくりですね。手入れは何もしてないです。蒙古タンメン辛いよ。辛くないよ。コスプレ配信待ってます。ごめんね、なんか。いつできるかな？またコスプレ配信できるって時に、最後抱き合ったのはどういうこと？何が？ごめん、なんか話伝わってないかな。さっき来たばっかで衣装ちゃんと見てない。衣装わかった、投げてもらってるしね、サービスよ。まあ衣装ちゃんと見てください。衣装ちゃんと見てね。なんか2分ぐらい喋りましょうか。コスプレ配信待ってます。スケジュールが分かり次第ね告知もするね。最初だけやったらラーメン食べたの。ラーメン、私でもラーメンはね週5ぐらい食べてるよ。なんかね、最近ねカップ麺からね店のラーメンになった。ニコタッチ、ねんちゃんもありがとう。じゃあそろそろ終わります。ちょっと待って。そう、なんかね、今日何日だっけ、今日何日、明日催眠のライブでしょ。明日もねコスプレ配信できたらしたいなと思ってて、あとね終わる時間とか分かってなくて、あ待って、アマゾンの人朝ケアしてますか？してないです。テンポいい感じ、ありがとう。唇大丈夫？めっちゃ痛いの。これ腫れてんの分かる？痛いんだ。だいぶね、マシになったんだけどさ。ありがとうね、心配してくれて。ギフトありがとう。強制いくらぐらい？私はね、東京プラス歯科っていうところで、インビザラインじゃなくて、なんとかっていう、クリアラインっていうやつで、30何万円ぐらい。なんかね、普通50万とかかかるんだけど、プラス歯科さんって大手でチェーン店で展開してて、自社工場を持っててね、すごいね、矯正とか、セラミックとか安いところがあるんですよ。調べてみてください。そこ安いです。あ、めってみんなギフトたくさんありがとうね。ありがとう。また明日も配信するからぜひ。あ、そうだな。なんかね、土日もできそうなんだけど、土曜そうなのね。日曜日私イベントなんですよ。どれくらいやったら認知してくれるんですか？ツイッターとかでリプしてくれたら全然認知してます。インスタ、TikTok すごい流れるし、ID しか見えないんですけど、
ツイッターってなんか見えるんで、リプライとか、ツイッターはあのね、インスタのコメントは嬉しいんだけど、なんか返信すると DM 送っちゃったりとかしてよくわかんなくて怖いから返してないんだけど、ツイッターとかでしてくれると。私今日は裸眼です。ギフトアザースレンちゃんが俺言ってるわ。まあ、そんな感じです。よかったらね、また遊びに来てください。そうなんよ。そんな感じです。じゃあ終わります。3、2、1、0バイバーイ。ファンになりました、ありがとう。よかったね、ツイッター、インスタグラム、ツイッターとインスタグラムと TikTok 全部やってますので、よかったらフォローしてください。ツイッター、インスタグラムでも、インスタグラムはね、写真もね、できるだけ上げてたりしますので、よかったら遊びに来てください。じゃあね、みんな、今日も来てくれてありがとう。バイバイ。